落語シーン。モンゴルの初めての世界チャンピオンです、落馬神。中華の村民中間所蔵58キロ965グラム土田者北朝鮮。そして挑戦者はランキングでは10位です、ベクジョンゴンです。現在無敗20勝 18KO 勝ち、全東洋太平洋 OPBF ライト級のチャンピオンです。ご覧のような体育館、クドク体育館プサンにあります。ジャッジが紹介されています。ラクバシン、このラクバシンというのはもう皆さんご存知だと思いますが、リングネームだそうで、そのスポンサーの方がシンさんっておっしゃるんですね。 その方のシンというところになるわけです。アマチュアから、そして、この、韓国を主戦場にしているラクバシン、今回はその韓国人相手に防衛戦を行います。初防衛戦ということになります。現在6連続 KO 勝ちのラクバシン、一方挑戦者のベクも7連続 KO 勝ちをここまで収めています。すべて韓国だけで戦っている挑戦者のベク、レフリーのスタンレー・クリス・ドロー氏はその南アフリカの人なんですけどね、はい、この前の畠山選手とそのラクバシン選手、この試合でもレフリーだったですね。はいはい、非常に大柄なレフリーです。さあ、まもなくゴンが打ち鳴らされますが、このスタート時点、浜さん、どこにポイントを置きますか。はい、この挑戦者のベクですね、はい、20戦全勝 18KO、これにも注目したいですね。おお、そうですか、はい、おーっとコーナーにあります、コーナーポストから今花火が打ち上げられています。試合開始です。第1ラウンド始まりました。トランクスの色でご紹介しますと、赤と白がチャンピオンのラクバシン、そして、銀のトランクスを開いていますが挑戦者のベクです。お互いに左を振っていきました。この挑戦者白いトランクスのベクのですね、はい、この世界前哨戦の試合、私マッチメイキングしたんですよね。韓国から頼まれて、どうでした。メキシカンのエステバン・ロレンソ、これをですね6回だったですかね、はい、ノックアウトしたんですけれど、最初は結構苦戦したんですね。いいパンチ1ラウンドめくってですね、ただですね、韓国型のファイターではないんですよね。結構ボクシングもできますし、ボクサーファイターですよね。はい、その前哨戦からは4ヶ月弱間が空いています、ベク・ジョンゴン。一方のラクバシンもほぼ4ヶ月間が空いています。その4ヶ月前というのが、6月27日畠山選手からタイトルを奪った試合であります。ラクバシン左のストレート、ベクが左を使います。お互いに左を伸ばします。28歳のラクバシン、27歳のベクジョンゴン、決して当たってはいないんですけれども、大きな声援が湧き上がります。モンゴル初の世界チャンピオンです。ボクシングを始めたのが86年だそうです、ラクバシンチャンピオン。しかしその翌年すぐに国内での、40キロ級の銅メダルを獲得したそうです。その後数々のアマチュアタイトル、アマチュアの戦績もすごいですね。そうですね、順調に来たという、152勝してですね、12敗ですよね、はい、でまた119も KORSC があるんですからね、はい、しかしその後、スカウトされてプロになったというラクバシン、プロになってからも順調です。1敗だけしているんですが、それがチェ・ヨンス、ラクバシン。来ましたよ、来ました、さあチャンピオンのパンチ、ラクバシン、やっぱりパンチ力あるんですね、浜さん。パンチありますね。11勝のうち10KO 勝ち、ラクバシン。20勝 18KO のベクもあるとは思いますけど、はい、今度はベクが打ち返してます。いい試合ですね、お互いにパンチ力がありまして、打ち合いになったらこれは迫力ありそうです。打ち合いするときにはこれ両方に言えますけどね、はいはい、迷った打ち合いはしないことですね。なるほど。ベクジョンゴン、先ほど紹介があったように決してファイターではありません。木を見るに瓶、
落合にはその時を選んでいくことでありましょう。ご覧のような声援が続いています。韓国で行われています。第1ラウンド終了です。私はですね、あのチャンピオンの落馬神の左フック、そしてその最初ラウンド最初にあった左ストレートですね、はい、その方が有効だったと思います。10対9で真のラウンドです。はい、いや小泉さん、なんか賑やかですねこの大会。いや試合は、まあこの試合のプロモーター、スンミンプロモーションというんですけれども、はい、まあ、スンミンっていう、まあ、韓国の会社がスポンサーになってましてね、ええ、みんな社員なんですよ。あ、だからですね、ええ、普通韓国ボクシング入りが悪いんですけど、ここはですね、会社が一種の都市対抗みたいな形でもう全員社員の人たちに強制的にその応援に出させてますから、もう超満員だったですね。あ、なるほど、まあ、もちろんあの一般のお客さんもいるんでありましょうが、まあそういった方々がこの試合をより盛り上げているわけです。釜山で行われています落馬神対ベク・ジョンゴン WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。第2ラウンドに入りました。あ、左から右、挑戦者です。ベク1ラウンド経てかなり第2ラウンド、おっとより激しくなってますね。まあ、あの主導権あるそうですからね、まあ、この辺でやっぱり両方とも主導権取るためには打ち勝つということを意識しているでしょう。あ、ベグジョンゴン、さすがにいいコンビネーションを見せます。左今シングルで持っていきましたけれども、その後すかさずフォローしていきます。ボディーブローも放ちます。ベグジョンゴン、まあ、見た目にはベグの方が手は長そうなんですけどね、ストレート打った後に体ごと持っていくところがあるんで、はい、体は残しておいて、打った方がいいですね。あ、体ごと持っていくと返しのパンチ食いますからね。あ、なるほど、左をついていきます。小田吹中に入っていきます。このラウンドはベクの方が手数が出てますね。そうですね、かなり多く出ています。さあ、落馬神跳ね返してくるか、押し返してこようというところだったんですが、手数はそれほど出ません。落馬神、まあ、落馬神、距離を詰めようとしてるんですね。ガードを固めて前に出ようとしてますけ ど、はいはい、左を出しながらだともっと早く、まあ、もっと早くというかスムーズに距離詰められますけどね、はい。まあ、相手の距離を詰めると先ほど、ね、おっしゃいましたけども、なかなかスッといくもんじゃなくて、やっぱりパンチを出しながらということになるわけですね。ガードの上を打たしながらだとあくまでも打たれているわけですからね、はいはい、このポイントになりますから、おっと入っていった、しかし入っていった、この距離でいいわけですか。そういうことです。ボディーブロー出す、この距離はやっぱり、落馬神得意とする距離ですね。やはり強いですよね、この辺りは。落馬神の中で入って、おー、やっぱり落馬、そしてボディーブローです。この距離で落馬神、おベクジョンゴンも打ち返してまいります。おー、右ラッパー、右ラッパー、あ、今のアッパーはおー、もう一発、はい、効いてますよ向こう側のアッパー系、おー、ベクジョンゴンも打ちます、打ち返してきます。接近戦での打ち方はですね、はい、落馬神の方がいいですね、はい。アッパーも腕を畳んでよく入ってまいります。ショートの打ち合いになりました。ベクジョンゴン肩でお互いに1回押します。左、もうちょっと距離を取れないベクジョンゴン、違うと、カウンター、カウンター、今の前に出るのはいいんですよ、はい、ベクも前に出るのはいいですけど、体ごと預けないということですね、はい。そうすると打たれにくいようなところもあるんでですね、先ほど言った肩が突っ込みすぎてしまうというのもつながるわけですね、体が突っ込みすぎないということですね、右、左、強烈なジャブ、右のクロス、右のクロス、そしてボディーブローです。落馬神、まあ、そしてボディーブロー、これ見た限りでは一発のパンチ力というのは落馬神の方がありそうですね。そうですね、はい、第2ラウンド終了しました。どうでしょう、ポイントは。このラウンドちょっと難しいラウンドなんですけどね、まあ、ベクの方が手数の点では上なんですけれど、私は正確にそのより有効なパンチを決めているのは真の方だと思いましたね。そしてアッパー、はい、そしてボディ、そのちょっとショートでコンパクトに打ってますね、パンチの的中率は上だったと思います。真の10対9です。浜さん、第2ラウンドどう見ました。私もチャンピオン落馬真ですね。そうですか。あ、これはベクのいいところが出てますね。今度は真でしょうか。いやー、1ラウンドから2ラウンドに減るにつながってかなり打ち合い、激しい打ち合いになってきています。落馬神、モンゴル初の世界チャンピオン、まあ、韓国で主に戦っているわけですが、しかしそのチャンピオンの落馬神もここ最近はモンゴルで2試合、あるいは日本で、畠山選手と戦ったりと、海外で戦うことも出てきているようです。
まあ、落馬チームはあのプロのデビュー戦がタイ国ですからね。そうですね、タイでも続けて3試合とかやってますね。デビュー戦でですねパパのタイトル取ってるんですからね。まあ、それだけ実力が認められてたということなんでしょうね、早くから。まあ、アマチュアのスターでですね、まあまあ、アジアのアマチュアのボクシング界ではその有名だったらしいですね。第3ラウンドに入っています。 WBA 世界スーパーフライ級のタイトルマッチ、この試合、よくボディブローが出ています。あるいはラクマシンに限ってみますとアッパーも出しています。だから畠山選手が世界チャンピオンになる前、韓国でこのアマチュア時代のラクマシンとスパーリングしてですね、はいはい、アマチュアでこんな強い選手がいるのかって言って驚いた。あ、その2人がですね後に世界タイトルをかけて戦うんですから、宿命の対決だったんですね。なるほどね。6月の27日、おっとアッパーが入りました。アッパーいいですね、今いいですね。内から打ち下ろしてきますベクジョンゴ。アッパーの後ちょっと手が止まってしまいます。今のはどちらかの多分ですね、はい、あのベキジョンゴンのお父さんだと思いますね。なんか顔似てましたね今ね、はい、挑戦者ベキジョンゴンはここまで無敗できています。おっと透かしてはいますけれども、髪の毛後ろだけ少し、はい、襟足を残しておりまして、それを編み込んでいるかもしれません。小さく残しています。ボリゴンサイドに動いて、ボリゴンもう一回同じ動きを見せます。ラクマシン今度は右ラッパーです。中に入っていきました。今の右ストレートのボディはうまかったですね、はい、あら右ラッパー、はい、ロングで右ストレートのボディ打つんでなしにですね、ちょっとショート気味にその右ストレートの持っていきましたね。まあラクマシンのいい位置になりましたね、いい、ね、距離になりましたね、こう詰めるとなおさらいいんじゃないですか、ロープに、うん、あのいいことですね、まあ、ベクはフットワーク使いますからね、はい、だからその足を止めて攻めるっていうのはいい作戦ですね、うん、20戦全勝 18KO ベクジョンゴン 90% のノックアウト率、非常に KO 率が高い、このスーパーフェザー級の挑戦者ベクジョンゴンです。現在7連続 KO 勝ち、一方のラクマシンも6連続 KO 勝ち。おお、このおっと右ラッパーです。やはりベクジョンゴンリードブローが当たっただけで非常に大きな歓声が湧き上がります。ラクマシンのアッパーが入っても湧きませんからね。まあこれは地元の利点ですよね。そうですね、極端です。第3ラウンド終了しました。まあ3ラウンド目もラクマシンチャンピオンのラウンドですね。あのボディパンチ、特にインサイドから打つパンチが非常に効果的ですね。はい、韓国で行われていますラクマシンの初防衛戦、正チャンピオンのラクマシンです。あの小泉さん、聞くところによるとこのチャンピオンは韓国にスポンサーがいるそうですね。そうなんですね、まあ、あの日本で言えばですね、はい、ユーリ・アルバチャコフ選手みたいな形ですね、まあ、あの日本のジムに所属しているロシア人、ユーリはそうだったですね。それと同じで、だからラクマシンはモンゴル出身なんですけれど、韓国のマネージャーに所属しているその選手なんですね。なるほど、はい、だからラクマシムにとっては韓国というのは第二の故郷であり、それで本拠地なんですよね、はい、最近では2試合続けてモンゴルでやってますけど、モンゴルでももちろん、知らない人はいないという人気者だということであります。第4ラウンド、あーっと激しいラウンドになりそうです。さあベクジョンゴン、いやラッシュかけてます、ラッシュかけてます、ものすごい手数、いただきそう、おいだ、あ腰落ちたのか、落ちたのか、今のはダックしようとしたんですか。今そんなに効いてはないですけどね、あ打ち返してきます。シンミロストレート、これは返されます。いやベクジョンゴンの今の手数というのは浜さんすごかったですね。いいことなんですけど、はい、打ちながらバランス崩すところあるんですね。お客さんの声援が、強いんで、そういったところは消されてますけどね。なるほど、お右のクロスカウンターになります。まあ、20勝 18KO の割にはそんなにパンチ力はある方じゃないですよ、この選手は。なるほど、はい、いやだから手数なんですね、あこの選手は。おーと右顎を捉えました、ラクマシンのパンチです。まあ連打のことを韓国で4タって言うんですけどね、4タ、あまあ4タで勝負する、だからまあワンパンチで倒す力はないんですけど、パンチはまあない方ではないですよね、うん、ただそれを集中して打ってくるんですね、はい、左が当たっています、
ベク・ジョンゴン、92年9月にデビューしています。先ほども言いました韓国の新人王、そして国内チャンピオン、さらには東洋太平洋と順調にステップを踏んでまいりまして、今回が世界戦になります。21戦目にして世界戦、勝ちますとこの時点で、韓国における現役3人目のチャンピオンになります。今ですね、WBC の、ライトフライ級チャンピオンチェヨサムですね、はい、そして WBC のスーパーフライ級チャンピオンチョウ・インジュがいますからね。第4ラウンド残り40秒になります。アウト右、あ、肘当たりましたか今。あ、いや、プッシングしてるということで肘で押してるという、まあ、そんなに強くは当たってないんですけどね、はいはい、ボディゴロス左フック、ボディにパンチを攻めますチャンピオンシン。手拍子の声援が続いています。ボディブローからまた接近戦になります。抱え込んでいきました。まもなくこのラウンド、おっと終了です。ここでゴングです。第4ラウンド終了しました。小泉さんいかがでしょうか。このラウンドはですね、手数はベクの方が多かったですね、はい、ところがですね、要所要所をきちんと当ててるのは私はラクバシムの方だと思うんですよね。あ、ただちょっと難しいラウンドではあったと思いますね。私はラクバシムにつけます。この辺手数よく連打出してるんですよ ね、 そうですね。ただですね、ラクバシンブロッキングがうまいんでですね、結構殺されてますよね。ただ今のラウンドはそのジャッジによって割れてるかもしれませんね、はい、細かいパンチチャンピオン右のストレートはダッキングされました。中で入ってきます。回転を上げていきます。挑戦者ベク。あ、今のも左フックタイミング合ってますね、はいはい。まあ、ポイントを取る上でですね、相手をロープあるいはコーナーへ詰めて連打するっていうのはですね、非常に主導権支配っていうのを、はい、明確にしますよね、だからそういう意味でそのコーナーロープ詰めてその連打するっていうのは一つのそのポイント取る作戦ではありますよね、うん、それをやってるのはラクバシムの方です、はい、左で飛び込んできます。浜さん、この挑戦者は左を使って距離を取るという感じではないですね。ですね、はい、3回あたりから、あ、まあ、2ラウンドの最初からですか、はい、そういう状態が少なくなってきましたね、ちょっとラフになってきましたね。あ、まあ、どっちかというとラクバシンの打ち合いに巻き込まれて置いているという状態ですね。なるほど、なるほど。ラウンドはすでに第5ラウンドに入っています。ガードの上です。ガードをかなり高く上げます。ラクバシン、ラクバシンのショートパンチ、ショートレンジの右の打ち方はいいものを持っていますけどね、そんな長いパンチは打ってないわけですよね、はい、ということはベクの方は長い距離でまずもっと徹底して勝負してみるというのも大事なんですけどね。この今の距離というのはチャンピオンの距離なんですか。ラクバシンの距離ですね。ベクが攻めながらのこの距離になっていることは事実とはあるんですけどね。ベクの方からじゃあ中に相手の距離になっている、まあ、そういうことですね。
そのパンチがですね、はい、あんまり当たってないんですね。あ、まあ、お客さんも湧いてますけど当たってないんで、スタミナ消耗しますよこれは。真の右フック、右フック、今来ました。フックというのかストレートだったのか、右がとにかくヒットしています。ショートフックになりますかね今のは。今入れ替わってうまく右を当てました。第5ラウンド、ああやってですね、やっぱりショートに近い距離になると落馬神のあの右アッパー、右フックが飛んできますよね、はい、さあ小泉さん、はい、このラウンドは文句ないでしょう。最後の落馬神のあの右のショートフックですね、強烈だったですね。いや、いいタイミングで、打ち込んでいきました。右がヒットしています。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチは韓国プサンで行われています。なんか不思議な雰囲気がしますこの会場であります。さあ先ほどのおそらくシーンあたりが出てくるんではないでしょうか。うん、短い距離ですよね、だから、ベクトすると長い距離でもっと徹底してやってみることなんですけどね、まあ、自分から打ち合いに行って自分から体打たれに行くような状況もあるんですね、さあ第6ラウンドです。この小泉さん、ベクというのは普段どうなんですか、もうちょっと距離を取るんですか。そうですね、あの他の試合ではですね、飛び切りカウンターになります。チャンピオンのパンチ、はい、左で突き放してそしてバンバンその、まあ、ストレート含めた連打で持ってくるんですけどね。ただアウトボクサーじゃないんですよ。あ、そうですか、また右はパンチ、右はもう一回、もう一回パンチ、もう一回入りました。今続けて入っています。右は2つ続けました。あ、聞いてますよ、聞いてますよ。あくまでも右のアッパーかストレートか、右ストレート、未経で勝負しようという落馬神。さあこのラウンドで終了するのか、止めたのは違います、違います、続行です。今掴んだのかもしれません、まあそうですね、クリンチを中したんですね、はい、肘で押すなと。あ、まだしかし時間は経ってないです。まあ、レフリーもですね、打ち合ってる時は、打ち合いさせながら注意すればいいんですけどね、はいはいはい、一時分けなくてですね、流れ止めてしまうんですね。さあ一回分かります、右のストレートから始まります。チャンピオンワンツー、小さなワンツーを返していきます。おお、パンチ集めます。この辺りの連打が、また来ました、また来ました、右ラッパ、また来ました、右ラッパ、よく入りますね、よく入りますね。さあ決めにかかっています、押さえつけた、また注意ありました、ボルドの注意ですか。おー、飛び切りのストレート、右のストレート、首がガクガク動きます。ベグジョンゴン、日本で畠山選手と戦った時を思い出しますね、はい、あのご覧の目も一度ダウン取ってからですね、その攻めた時にうまく顔面ばっかりなしにボディ振ってましたよね。大きく振ってきました、これはヒットしていません。おー、右フック、頭当たっています、一発狙ってます。チャンピオン、おお、打ち合いになるか、ロープギア打ち返してきます。右ラッパー、右ラッパー、右ラッパーいいですね。ベクも結構打たれてると思うんですけども、タフなのか、しのいでいます。また押さえつけられます、まあ、我慢する以外ないですね、はい、今のところは、大事な大事なタイトルマッチ。おお、またマッチ、この連打があるからなんとかしのげます。40秒切りました。ベクっていうのはですね、たまにパンチ食ってちょっと足にくることあるんですけど、それから頑張るんですよね、はい、先ほどの5ラウンド最後の右フックもね、足に来たんですけども、その後、まあ踏ん張りましてゴングを待っています。このラウンドもかなり浜田さんアッパーもらってますけどね、ってますよ、右のストレートさえかなり入っています。あ、今ちょっとセコンドの方を振り返ったベグジョンゴン、おっ、残りわずか、どうやらこのラウンドしのぎます。ベグジョンゴン、第6ラウンド終了しました。このラウンド文句ないでしょう、あの有効なクリーンヒットははるかにあの芯の方が多かったですね、はい、第6ラウンドで、終了しています。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。ラクバーシンはここまでプロの戦績はまだそれほど重ねておりませんで14戦目です、でチャンピオンになりまして初防衛戦という落馬神、一方のベクはこれが21戦目のプロのキャリア、まあ、アマチュアのキャリアが随分とありますので、いいアッパーですね、脇絞ってもう一回
効きますよね。これラコシンはアッパー打つのうまいですね。はい、まあ、さっきの右アッパーから右のフックダブル打てると面白いんですけどね。下から突き上げて今度相手の顔面上げておいて右フックを叩きつけると面白いんですけどね。第7ラウンドです。韓国で行われています。モンゴルの世界チャンピオンラクワ・アーシン対韓国の挑戦者ベク・ジョンゴンの一戦です。まあ韓国所属のような感じのラクワ・アーシンでありますけれども、当然、挑戦者が純粋な韓国挑戦者ベク・ジョンゴンでありますので、やはりベクの方に声援が偏ります。左ベク、いいですね、ああいった攻撃は、はい、うまく味方につけてますよ。そうですか、うまくこの声援の波に乗っていますベク・ジョンゴンです。しかしベク・ジョンゴンもあの回復も早いようですね、割と。そうですね、あれほどね、やられたラウンドに足に来たかと思ったら回復早いですよ、はい、まあ、だからチャンピオンとすればですね、ラクバ振動すればこのラウンドの最初の30秒をもっと攻めるべきでしたね。あ、なるほどね。右ナッパーこれを再三狙っています。今回は当たりませんでした。まあこの挑戦者ベクはちょっと時間経つとやっぱ回復はしてくるんでですね、はい、回復させないうちにどんどん攻めたいですね。ラクバシン髪の毛の色を少し茶色く変えています。今回は非常にアッパーが目立っています。ラクバシン、あるいは右のストレート、ショート右のストレートを見せます。お、ノーガード一瞬下げます。誘いをかけるようなベクジョンゴン、右のストレートから左。このラウンドはよく攻めてますね、ベクジョンゴン。お、復活したこのようにベクジョンゴン左、そのリードブローが当たります。右のストレート、ラクバシンも負けずに右のストレートを持って帰っていきます。連打が効きますベクジョンゴン。うん、下がってきました。こうして見ると両選手 あのディフェンスブロッキングの差っていうのは分かりますね。どう違いますか。やはりあのラクバシムの方がですねガードが硬いですね。あっと左左、もう一発当てることができるか。いや、パンダ発、もう一発でパンチが来た時にですねグローブ肘を動かしてですねブロッキングするのはうまいですよ。ただこのラウンドは、はい、私はベクジョンゴン挑戦者のラウンドにしますね。そうです、はい、小泉さんの採点では初めてベクジョンゴン挑戦者がポイントを上げています。4ラウンド目がちょっと迷いましたけどね。あ、4ラウンド目はそのベクのポイントにつけてるジャージもいると思いますけどね、はい、浜さん、このチャンピオンのアッパーがよく入って出てる試合なんですけども、はい、あのアッパーというのは挑戦者にしたらどうやってかわしたらいいんですか。いや、食わないためにはもっとあの脇絞るといいんですけどね。打ちながらですね、あの体が立って、顔面が出てきているんですよね。そうすると食いやすい状態ではあるんですね、一発二発と連続して食いますよね。だからもっと脇を締めるということだと、例えば右アッパーに対して左肘を締めてですね、はいはい、ガードするという方法もあるんですけど、あえてと正面を前に向いて出ていってるんで食いやすい状態でいるから食うっていうのもあるんですね。はさあ、新しいラウンドです。第8ラウンドに入りました。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ。このベクも悪い選手じゃないですね、よく手数が出ます。右カウンター、一発出ていったところ、右のカウンターを捉え、今なんか打っていったところいいかなと思ったら、やっぱり真正面立ちすぎてるんですね。だから右ストレートをお返し食ったわけですよ今のは。確かにあんまり左右の動きというのはないですね。打つときにはですね、
両方とも足を揃った打ち方があるんですね、だからやっぱり真正面からの攻撃がちょっと避けきれないというところがありますね。いや小泉さんが今ちょうどねベグのいいところ連打のところをおっしゃろうとしたんですけど一発もらってしまいました。ビラッパー落馬審これサッカーでやってますけども、そうですね、当たるんでしょ、プッシングということなんですね、肘で押してるとそんな感じやっぱり見受けられます。まあ実際やってることやってるんですね。ミノスロト綺麗に入ります。どうしても入ってしまうようです。ミラッパーこれがよく入ります。この後右フックを、ダブル打てるといいですよね、いつもこの右のアッパー一発かあるいは二発で終わっちゃうんですよね、あと上からまた右フック打つとダウン取れそうな状態はありますけどね。あそうですか。先ほどからそういうコンビネーションはないですよね。それはまだないですね、あっとっとっと足ですね、相当バテてます。今のは減点ということですね。その倒れる前の行為ですか。プッシング肘でプッシングしたということで減点ですね今のは。はあ、はあ、はい。クリストドールレフリーはなんか頭を押さえるようなこともありましたけども、いや、肘とですね、頭とで、それで相手ちょっと押して距離作ってから打ってるっていうことでですね。そういうことですか、はい。ということでチャンピオンが減点になりました。まあしかしその後ブレイクした後挑戦者は転んでしまいました。足に来てるようです。第8ラウンド、すごい打ちになります。一発を狙う、簡単を狙うチャンピオン、あるいは連打、ここで勝負を決めたいベク・ジョンゴン。連打かカウンターか、残り20秒切ります。ボディを払いに来ます。ああ、随分挑戦者晴れましたね。晴れつきましたね、左目晴れましたね。左目ですよね、やっぱり晴れてます ね。向こう側の挑戦者ベグジョンゴン、左の目のあたり下が晴れてるようです。第8ラウンド終了しました。このラウンドもちょっと難しいラウンドですね、はい。私はベグのポイントにしますけどね。ベグですか、はい。浜さんどちらにつけますか。私もベックのポイントで減点がありましたから10対8になるんですよね。そうですね、はい、言い忘れました、チャンピオンにマイナス1ポイントがありました。結局ディフェンスに難がありますね、ベックは。そしてそのプレッシャーかけられてショートのパンチチャンピオンが打ち込んできますから打ちまくらざるを得ないんですよ、はい。手出してこないと入ってきて強いパンチ打ち込まれますから、だからペース配分がどうですかね。かなりちょっとオーバースペースに見えますからね。このシーンは先ほどのラウンドの序盤です。連打していったところカウンター、はい。さっきのラウンドは中盤以降ですね、手数ものすごく出しましたよ、ベクは。さあ第9ラウンドです。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ両あーダミカーダミカーダミカーおーっと軽いパンチですけど効いてるんですよ、今一瞬ね、ふーっと後ろにね、いや体重が効いてるんですよ。あーロープまで思わず後ずさっています。挑戦者ベグジョンゴン、右のカウンターがよくヒットします、あるいは右のアッパーです。チャンピオンの落馬審、ここまで優先に試合を進めてきています。しかし小泉さんの採点は7、8と挑戦者が奪っています。あ、今左フックいいの当たりましたね、切り返しの左フックです。ミクロス8人と当てます、当てます、また右を出しました。距離を置いてのパンチ、長いパンチを出していきます落馬審。おーっと右です、単発ですが当たりますチャンピオン。右アッパーまではよく芯が出ていいんですが返し、その後は続きません。なかなか自分の距離で思うように叩くことができません、ベクジョンゴン。どうしても連打に頼りがちになります。さあまた連打か、連打の回転もちょっと落ちてきたか、まあ、そうですね、この状況で足使おうとすると逆に、はい、押し込まれてしまいますね。あ、まあだからこの連打、はい、という方法の方が今の場合はいいですね。なるほど。それともう一つは
連打はいいんですけどロープに詰まらないということを意識せんという感じですね。その辺は足を使わなければやっぱり、ね、連打して、リングいっぱい使うと、はい、いうことが大事なんですけどね、まあ、ぴょんぴょん動くことじゃないですけどね。ロープを背負って戦います。ブロックはしていますけれども動きません。ちょっとベク疲れてきましたかね。カウンター取ります。ベクそうですね動かないですね。一つところで戦います。残り30秒を切りました。また右から入っています。動きません。ベックラウンド終えました。このラウンドも文句ないでしょう。ラクマシンのポイントですね、はい、ベクの方はもうロープに詰まって姿勢でですねあまり手を出してないですね、初防衛戦ラクマシンポイントはずっと稼いでいます。しかし8ラウンドにマイナスポイント減点がありました。ベクノーは苦戦、ポイントをなかなか上げられないんですが連打で何とかしようとしています。7、8としかしいいラウンドを作ったんですが9ラウンドは取り返されています。ここまで浜田さんとしましては、はい、ベクの方ですね、はい、与えることができるラウンドとしたらやっぱり7、8ぐらいでしょうかね。大体小泉さんと大体似たポイントではありますけど4ラウンド目、はい、私はベクのポイントにしてます。あ、先ほどね小泉さんがクエスチョンマークおっしゃったラウンドですね、はい、あ、そうですか。さあ第10ラウンドです。ラクマシンの初防衛戦、正チャンピオン WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルを持っています。赤のトランクス、白のトランクスが地元韓国のベク・ジョンゴン、世界初挑戦です。おー、またおーっ、うまく左を合わされました。軽いパンチなんですけど相当疲れてるんですね。本当にこうポンと当てた感じですね。本当軽いパンチですよ。いやこれは、あ、決めに行きますね。これ、疲れ方の違いですね。あ、段を奪ってさあここで決めに行きました。ラクマシン右のストレートから右ラッパー、まあ、実際にラクマシンとするとこの辺で決めたいですね。そうでしょうね。さあ右ラッパーです。1回離して、おっとなかなかうまく離れません。ベクジョンゴン、さあ苦しい終盤になりそうです。ボディブロー、おー、ボディ、右から左、またサイドへ腕をして、ボディ、またボディです、またボディ、まあ、ここでボディを攻められるのはやはりうまいですね。打たれる方も辛いでしょうね。これはこの辺でかなり疲れている挑戦者のベクジョンゴンです。ここで当然ロープを押し込まれている方は回り込みたいわけですよ、はい、ところがですね、そこでボディ打たれるとですね、一瞬腰が落ちるわけですね。あ、そこで動けなくなるから、その次のパンチをまた食うことになりますね。はあ、はあ、なるほど。また下がっていってしまいます。ミノショート頭を抑え込むようにしてなんとかクリンチします。ベク・ジョンゴンです。第10ラウンド、このラウンドダウンを取っています。チャンピオンどう決めますか。ただ落馬しもうちょっと疲れましたね。まだ右ショート、右ショート、おっとカウンターもらったか。苦しい苦しいラウンドです。ベクジョンゴン、あと浜さん、はい、チャンピオンもう一息っていう感じなんですけどね。右アッパーよく出してますけど、今度右フック、はい、上から薄いんですけどね、ガードの上でも効きますよ今の状態だったら。はいはい、こういった時の得意のパンチは相手クリンチされようが得意のパンチどんどん振ればいいんですね、はい、なんとかこの辺り回り込みました挑戦者。残り30秒、チャンピオンの方もきれいに詰めることができません。徹底して足を使って逃げます。チャンピオンも簡単に頭を抱え込まれてしまいます。抱えられてそこで打てばいいんですよ。あ、なるほどね。あ、そういえば打ってもないですよね。打ってないわけですよね。
第10ラウンド終了しました。まあ、ポイントはですね、そのダウンもありましたから10対8で落馬シムですね、はい、なぜ落馬シムがその決められなかったかっていうとですね、そこがやはりあの落馬シムの欠点でもあるんですけど、左の使い方がちょっと甘いんですよね。あ、まあ、右ストレートパンチありますね、右アッパーもパンチあるんですけど、右にちょっと過度に依存したボクシングですね、だからあの減点も食いましたけど、あそこで左フック打たないところを左で相手を押してるんですよね、はい、で左のジャブフックあるいは左のアッパーっていうのもですね、ちょっとその武器があればですね、右を当ててそのパンチを切り返すとかですね、それは効くんですけど、それがちょっと出てないんですよね。11ラウンド目です。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。各団体に強いチャンピオンがいます。そのうちの一つ WBA のチャンピオンは初防衛戦の落馬シム、日本の畠山選手と戦った選手です。11ラウンド目に入りました。さあかなりもう失速、おーと長い距離当たりました。失速気味の挑戦者ベグジョンゴ、ラクジャバシンも先ほどダウンは奪いましたが、そのラウンド締め切ることができませんでした。ラクバシンは単発で左フックを当てられるんですけどね、右から左の返しっていうのもその左フックを打たないんですね。あ、打つと効くと思いますよね。バランスを崩します。相当疲れてますよ。そうですね、先ほどのあの思わず転んでしまったシーンといい、足に来ているようです。ボディブロー一番苦しいところかもしれません。11ラウンド目、ジャブに関してはラクバシ、あのベクの方が出てますね、フレンチ両者を離しました。まあ、落馬シムとしては右を当ててですね、決めてしまいたいんでしょうね、完全に右を狙うそのボクシングになってますね。右のショート、うまく捉えることができません。落馬シム、おーと左から右、左右ショート、今ちょっとカウンターになりましたけど、はい、落馬シムいいパンチ食ってもケロッとしてますね。タフですね、タフですね。しかしさすがにラウンドの終盤です。疲れは隠すことができません。それ以上にベクジョンゴンの方の疲れが目立っているんですけども、こちらももっと早く動かなくなるかなという感じだったんですけども、意外とまた動き始めています。左、それでも今のダメージだったら打たれるとすぐ失速しますよ、はい、そうですよね。先ほど左合わされただけでほとっと倒れましたからね、うん、そうですね、はい、アッパーが入りました。ということはあとはもう正確に捉えればいいわけですね、うん、捉えればまたダウン取れますからね、はい、おっとジャブでこう避けますからね、そういうことですよ。本当にジャブで避けます。それはガードがその絞ってないからもうワイドオープンですからね、はい、あ、出血しましたね、切りましたね、うん、腫れだけじゃなくて切りましたね、どちらかというと顔の左半分、向かって左の方が腫れて、いや向かって右の方が腫れているんですけども、そちらの方から出血しています。11ラウンド目終了です。今のラウンドも私はラクバシムのポイントですね、はい、モンゴルの国旗が振られてますね。またスモークがたかれています。ラスト1ラウンドになりました。あの芯のパンチの的中率もちょっと落ちてるんですけどね、ただし脇絞ってですねショートで打ってますからね、はい、その空振りした時のですねそのエネルギーの消耗っていうのはより少ないですよね。そうですか。さあラストラウンドです。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、韓国はプサン、ベグジョンゴン、韓国の挑戦者、ここまで健闘はしていますけれども、ポイント的には押されていましょう。ラクバシン初防衛戦、あと1ラウンドだけ。プロのキャリア14戦目、初防衛戦、前回の畠山戦から4ヶ月間が空いています。
同じアジアで戦っていますチャンピオンのラクバシム。効いた故障は当たってしました、うん、右のストレート。ここで最終ラウンドを決めたいところですね。時間はありますよね。攻めれば決めきれますよ。はい、腰が思わずガクンと落ちます。ベクジョンゴン、さあ捉えることができるか。打ち倒すチャンプツアーまだ十分あります。ラストラウンドワンツー左フックを返しました。あと2分、ミノパウバッティングを注意しています。ああこれラクバシム、あのアーチの使い方も完全に倒そうという気持ち出てますね。一発で、という状態ですね、さあ打ち倒して勝つことができるかラクバシム。食い出していやリードブロー捉えることを狙っています。半分が経過しましたラストラウンド。ベクの方もですね、ロングの右ストレートだけなしにショートの右ストレートを出すとですね、ラクバシムは入ってくるんですからね、カウンター取れますけどね、左おっと、ああいうのが当たるんですよ、はい、インサイド、はい、左うんと左を出しました。おー右クロス、右クロスカウンター。たまらずクリンチ、手数がちょっと少ないですねチャンピオンラクバシム。クリンチでしのがれました。50秒切ります。当たりません、捕まれてます。注意だけ、ミヤパミヤパ、うまく合いませんでしたが、おーっとショート右ストレート。あと30秒です。倒れませんベクジョンゴン、倒せませんラクバシム。ベクもよく踏ん張ってますね。粘ってますね。ベクの方も一発打ち倒せば逆転ノックアウト、そういう可能性も十分ある。ああしかしもうしかし時間がありません。試合終了です。このラウンドもラストラウンドもポイントはラクバシムですね、はい、WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、ラクバシム対ベク・ジョンゴン、初防衛なるか、あるいは初タイトル獲得なるかという判定になりましたが、チャンピオンが10ラウンド目ダウンを奪っています。これですよね、浜地よく粘りましたねこれ、うん、よく踏ん張りましたね、まあ、やっぱり地元でやってるという気持ちなのか、お客さんにこれだけ応援されるとやっぱり踏ん張るもんですね、腰落としたところもうちょっと早く詰めてればとそのまま行ったんじゃないかという気もしますが、ワンテンポ遅れました。うわ疲れたという感じの挑戦者、ああ失礼、こちらが挑戦者、まあ、中世コンドついてるのは長民トレーナーですね、はい、あの昔リュウソリマスさんと2度あの引き分けましたけどね、はい、東洋タイトル、武神テゴチェランプライヤさん、本コナーラクバシ115、チョンコナー115、112、115対112ラクバシムの勝ち、3ポイント差、はい、武神フィリピン、フェルナンド・エストレラ、本コーナー、ラクバシム、113、チョンコーナー、115、116、116、113、ベク、3ポイント差、ベクの勝ち。ドレ・ミラン、本コーナー、ラクバシム、113、チョンコーナー、115、114対113、1ポイント差、ベクの勝ち、2対1です。あ、ベク・ジョンゴンが勝ちました。新チャンピオンです。ラクバシン敗れました。あ、そうですか、2対1ですか。
はあ、はあ、これは驚きました。落馬審初防衛ならず。こちらはチャンピオンです。判定に抗議して座ってるんですね。座り込みですね。 あれは韓国の伝統的な抗議スタイルですね、はい、だからソウルオリンピックでもやりました、ね、こういうのがありましたよ ね, した, ね、しかしモンゴル人の落馬審がそれを行っています。これは抗議したくなるでしょう。